ベルベット、本当に無事で。ああ、よかった。おかえり。ずっとどこにいたの？連絡もしないで。こんな、私はあの日村は滅んだって。全滅するところだった。危ういところをアーサー、アルトリウス様の力で救われたのよ。違う、あの男がやったのよ。あいつがライフセットを生贄に。ライフセットのことは残念だった。残念です。マスキー、ラフィーは、あの子は死んで。本当にすまない。だが希望を捨てないでくれ。そうだよ、あの子はまだ生きているんだから。あんたの家にいるわ。安心して、みんなで世話をしてきたから。そんな、ベルベット。行ってみようよ、ベルベットの家に。うん、うん。解けないか。現実を疑うなら自分で試せよ。僕たちみんな幻を見てるかもってこと。可能性だ。前に一度かけられたからな。でも村全部が幻覚だなんてありえません。普通はの。どうする、片っ端から切り倒してみるか。いや、敵も俺たちも目的は同じだ。クーマを探す。手伝え。分かった。僕はベルベットと一緒に行く。好きにしろ。そばで見ててやれ。あいつちょっと普通じゃないからな。うん。全然変わってない。気をつけてベルベット、アイゼンは敵の罠かもって。ニコたちが操られてるっていうの？わからないけど。メルキオルの術かだとしても。私には通じないわ。あなたという人は。人は苦痛には耐えられる。じゃが。騙されない。はよ。傷が開いちゃうよ。あったかい。本当に生きて。オフィー、
日以来ずっと眠ったままなの。祠に倒れてるのを見つけてね。怪我は治ったけど、ずっと目を覚まさなくて。それでも生きてるならいい。私が絶対見つけるから。ラフィーの目を覚ます方法。クシのお礼ちゃんと言わせてね。ベルベットのクシはこの子が。アルトリウス様はあんな小さな子を生贄にしようとしたっていうの。どうしたライフィセット、元気がしょんぼりのようじゃが。そんなことないよ、ベルベット。よかった。へえ、あなたもライフィセットって言うんだ。すごい偶然ね。うん、悪かったわね。なんか気にしていません。これからどうします？今晩は久しぶりにライフィセットの好きなものを作ってあげてよ。スープとかなら飲めるし、匂いにつられて目を覚ますかもしれないよ。そうしよっかな。買い出しの間見ててくれる？うむ、苦しゅうない。僕も手伝っていい？お願い、味見してもらわないといけないから。アイゼンたち、クーマを見つけたでしょうか？それはアイゼンと六郎に任せておこうよ。気にならないのですか？もちろんなるけど、今はベルベットのそばにいたいんだ。なんかすごく嫌な感じがして。クーマ探しよりも大事なほど。うん、胸がモヤモヤして体の芯が冷たくなるみたいで、すごく怖いんだ。わかりました、あなたの感覚を信じます。クーマのことは六郎たちに任せて、私たちはベルベットと一緒にいましょう。ありがとう、エレノア。マギル、あなたはどうします？もちろんわしはどっちでもいいわい。ですよね。でもマギルーもありがとう。いいんですか、姉さん。どうせなるようにしかならぬ。なるようにしかならんのじゃよ。まず特製キッシュを焼こう。それにトマト卵スープとプディングも。あなた、そんな顔もできたのね。久しぶりだな、ベルベット。俺はずっとお前に謝りたいと思ってたんだ。謝るって何を？アーサーのこと。以前はあの人のことをペテン師みたいに言って、前にも辛く当たってしまったけど、あの人がいなかったらこの村は3年前に滅んでいたと思う。本当にすまなかった。俺もあの人のことを信じていなかった。命を救ってもらって初めてあの人の凄さに気づくなんて。恥ずかしいよ。お前が村を出たのも俺たちのせいじゃないかってずっと後悔してた。どうか許してくれ。そんな、私は3年間どこに行ってたんだ。身寄りのないお前が一人で暮らすのは大変だったろう。いや、無理に話さなくてもいい。
話したくなったらいつでも言ってくれよ。簡単に償いができるとは思ってないけど、俺たちにできることなら何でもするから、お前さえよければ村に戻ってきてくれよ。みんなもきっと喜ぶよ。ベルベット、久しぶりじゃないか。いや、相変わらずだな。よかったよかった。相変わらずって何よ。ニコにはもう会ったか。会ったわよ。あいつも相変わらず元気だったろ。っていうかみんな相変わらずだろ。そうかもね。そういえばオルとトロスは。あの犬たちも相変わらずさ。さっきでかい剣を背負った男と目つきの悪い黒い服の男に出くわしてビビって逃げちまった。六郎とアイゼンだね。うん、相変わらず臆病なのね。ベルベットの相変わらずって何。化粧っ気がないところ。ああ。精霊の降臨は聖主様の救済なのじゃ。悔い改め祈りを捧げたわしら人間への精霊を刃とし傲慢と戦う対魔師こそ人間の希望の剣。ずっとこの調子なのね。今日こそ家まで送ろうか。何の年寄り扱いするでない。うん、ああベルベットや、ウリボアと戦う時は気をつけるんじゃぞ。突進してきたら鼻にパンチでしょ。違う、目を狙うんじゃ。砂をかけよ。わかった、砂で目ね。聞く耳を持つようになったか。お前ももう16歳だものな。そうね、16歳。確かあなたは19歳じゃ。いいのよ。寒冷化に飢饉、豪魔病、この世の終わりなんて思っていたが、この3年間でそんな不安はなくなった。アーサーや大魔師様に頼ってばかりだったけれど、この村も変わったのよ。豪魔の苦手なものを大魔師様から教わったりして、倒せないまでも追い払えるようになったの。もちろん定期的に大魔師様が巡回に来てくださるし、あれ以来村では豪魔病も出てないし、平和なもんだ。お前の姉さんのことは本当に残念だったが、その分お前やライフセットには楽しく生きてほしいよ。早く目が覚めるといいわね。ええ、きっと目覚めるわ。おじさん、卵と牛乳、ほうれん草にトマト、あとチーズのいいところをちょうだい。はいよ、ベルベットが戻ったお祝いだ。食材はサービスするよ。お前がご馳走を作ってやればライフセットだってすぐに目を覚ますさ。ありがとう。じゃあお言葉に甘えて。ほうれん草は苦手なのですが。好き嫌いすると大きくなれないわよ。個人的には十分ですけど。仕方ない、今回は入れないであげる。一個貸しよ。ベルベット、大魔師様と友達とは大したもんじゃないか。友達ではありません。仲のいいことだ。そうそう、ウリボアの肉はある。おっと、それは売り切れちまったな。じゃあいつも通り沈めの森で狩るわ。それが近頃沈めの森にはウリボアがいないんだ。モルガナの森を探した方がいい。わかったわ、行ってみる。エレノアはほうれん草が苦手だったんだね。あれは実はそうなんです。内緒ですよ。それにしてもお店でのベルベット楽しそうだったね。本当に
栄養のバランスが取れた無駄のない食材選びも見事でしたが、何より明るくて自然だった。きっとあれが本当のベルベットなんだね。ええ、家庭的で弟思いな普通の女の子。あのままでいられたらよかったのに。そしたら友達と苦しゅうないって笑っていられたのにな。アルトリウス様の妹のベルベットクラウとして。ああ、普通の女の子はあんまり苦しゅうないなんて言わないのかな。そういう普通じゃない会話を普通にできるのが幸せな普通の女の子なんですよ。モルガナの森へ、ウリボ上がりよ。うん。